にちは、かっちゃんです。今日はドッキリをしていきたいと思います。今回仕掛けるドッキリはこちら。じゃじゃん。気持ち悪い、気持ち悪い。ゴキブリ100匹準備しました。今回はつぶちゃんのお家にゴキブリを100匹隠していきます。ちなみにつむちゃんにね、過去にリモムシドッキリっていうのをしたんですけど、驚かれるどころか可愛いって言われちゃったので、ゴキブリもうありえないふら嫌いっていうことを言ってたので、ゴキブリを隠していきます。うわー、これはやばすぎるでしょ。うわ、これはやばすぎるでしょ。気持ち悪い。隠していきます。待って、袋に1匹残ってたんですけど、リアルすぎませんこれ。いや、リアルすぎるでしょう。じゃあまずはね、一番いいなと思ったのここですね。ご飯、食べ物のところにこうやって乗ってるのはね、かなりリアルだと思います。僕も実際ゴキブリ見たことあるんですけど、本当にゴキブリいるとおもちゃかなって思っちゃいますよね。まあ結構ね、潜んでる系がいるんだよね。こうやって影に潜んでる系。こうやって、おいおい、怖すぎでしょこれ。怖いよ。同系色。いや、こことかめっちゃリアルだと思うんですよね。こういうとこにさ、こうやってリアルじゃない、こうやってさ。怖すぎる。こーわ。2匹ぐらいいるとこ、こうやって、こーわ。こういうゴミ箱のとことかね。はい、100匹隠し終わりました。 MVP 賞お見せします。これはね、一番わかりにくい。ゴキブリ3匹ぐらいいますね、ここに。これ中に隠したり、フィギュアになりきってみたりね。またこういうティッシュの透明の中とか、こういうとこにもね、たくさんいますね。収まりがすごくいい感じです。でもこういうとこが一番リアルで怖いよね。それではつむちゃんが来るのを待ちましょう。ただいま。お邪魔します。ね、旅行帰りですか。どうぞ上がってください。お邪魔します。すごい綺麗に、綺麗だね家。すごい綺麗じゃん。ゴキブリいっぱいいるんだけど何がめっちゃいっぱいいるんだけど気持ち悪いんですけど、ね、何このゴキブリ、超気持ち悪いんですけど。懐かしいリアクション。虫好き、もしかして。嫌い嫌い嫌い、超気持ち悪い。何これ。あ、じゃあティッシュ使う。やだやだ、リアル。ちょっと申し訳ないんですけど、はい、100匹仕込みました。100匹。だからさ、寝起きとかさ、地味に出てくるかも。だから、うん、集めといて。100匹集まりました。まるで3時間かのように。暇な時。平気なの。ちょっとベッドの下とか見てみて。ベッドの下。え、気持ち悪い。やばいよね、その絵。うん、やばい、住んでる。え、そんな大丈夫なんだ。いや、ゴキブリ、いや、私ゴキブリは嫌いだよ、本当に。だよね、言ってるよね。全世界からいなくなる。そう、その言葉を聞いてこの企画誕生したんだよ。あ、そうなんだ。なるほどね。本当に気持ち悪い。案内だけさせて。案内だけ。うん。お気に入りポイント。お願いします。こちらです。はい、最悪。つむちゃんの大好きなすみこ暮らしが握りしめております。最悪です。しかもこれがリアルで気持ち悪い。あ、よく気づいたですね、うん、こちらめっちゃ目痛いんですけど、ね、鏡と、気持ち悪い。見てここにいるの、ね、それまとめて握るとさすがに気持ち悪かった。あの100匹こう握るとね、うん、やってみてほしい。一回ドア閉めようか。ドア閉めようか。本当に仕込まれてるわ。よく考えたね、本当に。これはちょっと申し訳ないな。100匹ごめん、本当に。あ、全然寛大。ゴキブリに寛大だと。女の子にしては僕だったら絶対無理。まあでもなんかその、なんていうの、色がさ薄いじゃん。なんかあの、なんか目立つんだよね、つむちゃんって白いから。あー、確かに。パキって床もうち白だもんね。うん、ちょっとまとめてずっと握りしめて、ギュッて、あ、グッて握って。なんか動いてる感じしない。モザイクも、モザイク。まさかのゴキブリ大好き女子でした。じゃんじゃん。大好きじゃん。やだ、気持ち悪い。いなくなった瞬間やろうかな。
やばかこれは平気なんだ。なんかおもちゃってわかるから見た目が。あとさ、あこれもお気に入りだ。綺麗にさ溶け込んでるのまるで自分が宝石だと思ってるかのように無理